こんにちは、CBB の久美子です。今日は教室について説明する言い方を勉強します。教室に生徒がいます。ダズラボンヌミルバイクラ。教室に机があります。スラルバクニョミルタ。それでは私の後に続いて言ってみてください。教室に生徒がいます。教室に生徒がいます。教室に机があります。教室に机があります。以上で今日の勉強を終わります。ありがとうございました。